はい、30代前半の K と申します。不動産業界歴は、約5年ですね。で今ですね、不動産仲介を始めて、3年ほどになるんですけれども、まあ普通な、なんていうんですかね、こう街の中にある中小企業みたいなところに勤めてて、一応ですね、年間で、月になので、まあ、30棟ほど契約しております。まあ、年収でいうと1000万ちょっとぐらいですかね。では次に不動産の実際の仕事を教えてください。はい、まずですね、不動産のイメージってすごくこう多分華やかなイメージがあると思うんですね。で、まあ、皆さん実際に僕がお仕事何されてるんですかって聞いて不動産業ですって答えると、ああじゃあ羽振りがいいんですねとか、よくそういう風なイメージを持たれるんですけど、実際やってることはまずは物件の写真撮影、そして反響が来たら案内撮り、あとはですねお客様を案内して契約まで導いていくっていう作業で、もし契約になったら、実務作業といって、まあ、あの契約書を作ったりだとか、ローンの事務手続きをしたりとかっていう作業があるんですけど、基本的にはですねこう泥臭い作業というか、そういった地味な作業が結構多くて、割とこうローテーションでずっとそういった作業を回していくっていうのがメインになりますね。じゃあ不動産の面白いところは何ですか？あ、面白いところはですね不動産って2個同じものって存在しないんですよね。例えば土地とかでもですね、まあ、あの同一のものとかって必ず存在しなくて、なんでこんな土地が売れるのとか、車が入らない土地とか崖の下にある土地とかっていうのももちろん市場には出たりするんですけど、そういったものでも好んで買われるお客様っていうのがいらっしゃるんですね。なのでまずは、いろんなお客様に出会えることで、その中で話していくうちに自分のコミュニケーションスキルだったり、こういう対応のスキルも身につきますよね。あと2つ目にですね、まあ、そういった中でいろんな土地をとか物件を紹介するにあたって自分のそういった知識もつきますし、まあ、私自身家を見るのが好きなので、家好きな方にとってはいろんな新築だったり、まあ、自分の年収だとちょっと難しいような本当に1億円近い家とかも見れたりするんで、そういったところはすごくこうやってて面白い醍醐味ではありますね。不動産で3割の人しか稼げないというのがあると思うんですけど、実際どうなんですか？3割の人しか稼げない、どうでしょう、実際のところもっと少ないんじゃないですかね。多分皆さんよくあの広告とかでよく見られる不動産求人とか見ると、年収1000万円稼げますとか、学歴不問未経験の方でもよく年収例とかってあるじゃないですか。ああいうのってどこの会社でも一緒だと思うんですけど、ほんと一握りですよね。で基本的にはでもこの業界って学歴不問とかっていうのはほんと多くて、やっぱり大手の、まあ、某リハウスさんとか某住友さんとかっていうのは大学出てないとちょっと難しかったりするんですけど、基本的にこの業界っていうのは本当に成り上がりが可能な業界だと思ってるんですね。なのでやんちゃしてた人とか、本当に学歴高卒、まあ、下手したら中卒なんかの人でも、実際今、私が働いてる会社でもそういった人でも年収1000万以上稼いでる人っていうのはザラにいるんで、なんでしょう、本当稼げる人、能力のある人は稼げますよね。でやっぱりあの普通のサラリーマンやってると、例えばもう月の給料って決められてるわけじゃないですか。だからなかなか自分の好きなもの買えなかったり、あの特にお小遣い制、結婚しててお小遣い制の人って本当に月3万円とかの生活してると思うんですけど、本当稼げる人になってくると普通のサラリーマンの2倍稼げるっていうのは全然ザラに普通にあるんで、そこはあの本当に人によりけりなんですけど、僕はこの仕事ってやってれば稼げると思うんですよ。まあ、よっぽど喋れないとかそういう人は抜きにしておいて、
ただほとんどの人はすごいやっぱり厳しい業界なんで、3ヶ月とかで辞めちゃうんですよね。なんで1年とか続けてれば、僕のイメージでは普通に年収600っていうのは1年間で達成できる数字なんじゃないかなと思ってますね。ただこれ以上1000万とかってなってくると、いやどうでしょう、実際は1割2割とかじゃないですかね。でも稼げる業界だと思いますよ。まあ人によってっていうのはもちろんそうなんでしょうけど、まあ次回はですね、僕だけじゃなくて、まあ僕の仲いい友人で、不動産のお話ですとか、もっとこう掘り下げたことをお話していきたいと思ってますので、今このチャンネルを見てる方で不動産業に興味がある人とか、不動産仲介やってみたいとか、もしそういった質問とかコメントがあれば、コメント欄に書いていただければお答えしますので、今後もですね、まあ、こういったあの不動産に関することとかだったり、お仕事系に関する情報をお届けしていきたいと思ってますので、気になる方はですね、ぜひチャンネル登録お願いします。